第7回質問返答コーナー始まるよ。イエーイ、よいしょ、始まったよ。始まったね、久しぶりだね。じゃあ始めていきましょうか、質問返答コーナーね。今日からですね、4人で、質問返答コーナーやっていくということで、今日からね、さっきが変わって4人で質問返答コーナーしていきます。よろしくお願いいたしますということで、お願いします、しますということで、よろしくね、えなっちゃん。それではいきます。4人に質問です。寝るときの質問なんですが、夏場のどうしても暑いとき我慢して半袖半パンで寝てますか、それともパンイチはてなはたんはたまた、はたまたその他ですか。冬場の質問で、どうしても朝起きると背中のシャツがめくれるのですが、何かめくれない対策ありますかって、なんかすげえな細かい質問。面白いですね。面白いですね。いいです。考えのある。寝る時の質問だと。うん、せっかくなんでね、さっきから言ってもらいましょうか。ね、寝るときか。夏場。夏場ですよ。夏場限定で。冬場。普通にパジャマ着て寝ますけど。普通ということで。普通のパジャマです。普通のパジャマ。普通のパジャマです。ね、それ冬場の室温で背中のシャツがめくれると。そう。あ、これはもうあれか、みんなで決めたらいいか。ああ、これはね。最後に、最後にみんなでね。次、秋らしい。俺も普通にパジャマ着て寝るけどね。半袖半パン？いや、ズボン普通に長いやつっていうか、まあ、薄い生地の、薄い生地とね。マジで、上着ないでシャツだけって時もあるけどね。はあはあ、ああ、なるほどね。うん。でもちゃんと長いやつを履いてるべ。偉いなぁ。偉いの。ちゃんとすねを守る。すね。すねを。うん。皮膚守ってるの、皮膚。皮膚を。うん。皮膚弱いから。あ、そうなの、うん、イメージないわ。子供の頃からね、よく湯たんぽにやられてたからね。なんて弱酸性って言われてた。さっき言われた、パジャマを着て、ちゃんとシャツも着てって感じで、半パン、半袖じゃなくて、長袖、長ズボンって感じだよ。うん。あ、そうなんや。いや、偉いな、夏場やで。だって、女の子が半パン、半袖で見てたら、ちょっと、ってなりません？いや、なんか。なんか夏場ならいいんじゃない？夏場だったらいいかな。けど、人の感じもよりけりやな。そうですね。その人柄もありますからね。うん。なるほどね。じゃあ、私行って最後、なっちゃん行こうか。はい、はい。俺、あれ、ジャージだな、半袖の。半袖。はい、どっちか、はい。すげえ熱こもんね、俺。もわもわしちゃうタイプで。もわもわすね。だから暑いね、足とか。あ、基本、足に扇風機当てて、寝てんね、冬、夏は。足が暑いと寝れへんな。あ、でもわかるかもしれない。それはわかるよ。だから、もう半ズボン、半パン。半ズボン。半ズボン半パン。半パン。ズボンも履くよ。もう違う。やめてくれ。足4本あるんだね。何言ってんだよ。半袖で、半パン。半ズボン。ですね。半分半分でね。っていう感じかな。じゃあ、なっちゃん行こうか。私ですか。うん。ですね。まあ、とりあえず、いらない服ですね。私服で、もう着なくなった T シャツとかを夏場はもう着てますね。だから今でも中学校に着てた T シャツ着てますよ。でも首元ダルダルで
もう T シャツの意味をなしてないぐらいの寝てますね。まさかあの黒歴史の時代の時のシャツなんか、それもしかして。そうですね、黒歴史の時のワイシャツの下に着てた T シャツですね。なんとまあレアもんな。そうなんですね、だからもうダルダルで、たまに起きてると脱げてる時がありますね。ほんとびっくりするくらい綺麗に脱げてるんですよ。てかそれ必要ないやん、それも逆に言ったら。いやでもこう素肌で出たくないですよ、やっぱり。あの毛玉がちょっとザラザラして嫌だから。布団の毛玉がザラザラするのが嫌だから、ちょっと一枚間に挟みたいんですけど、起きたらもうすでにないので。寝てる間はザラザラしてるはず。どうでもいいわ。なるほどね、そういうことか。で最後行こうか、その冬場の室温のところ、はい、うん、でどうして朝起きると背中のシャツがめくれるのですか、対策と、何かめくれない対策は何かと。冬場なのにシャツ1枚ってことなんですかね。背中のシャツだから、背中だけ、ね、多分長袖とかじゃないか。ああ、はいはい、長袖に、あ、そうかそうか、パンツ、実家に着てるシャツがめくれてってることかね。あ、かもしれないね。とりあえず、なんか、うん。じゃあもう、インしかないじゃないですか。インしててもめくれるってことか。そうそう、インしてもめくれるから。インってもう、ズボンのその、紐とかついてたら、もう、キッチキチにもう、すっげえ固結びにして、キッチキチにして、もう、あのおしっこするときもなかなか脱げないくらいキチキチにして。そう、限界来てたらやばいこと。そうです、戸惑っちゃうパターンです。それはもうすでにやってるじゃない。やってる気がするんだけどな。いや、まだ多分ハイウエストではやってないですよ。あ、ハイウエストか。ハイウエストで縛っとけば多分。ハイウエストからのハイインじゃないんだな。そうです。ああ、なるほどね。それは俺はいいと思いますけどね。うん、まあ俺の意見ですけどね、これは。うん、そうだね。そうだよ。おすすめですよ。俺のおすすめですけど。なるほど。はい、お三方のは分かんないですけど。あれじゃん？もう、ズボンの、あの内側にもう両面テープ貼って、シャツつけといたらいいじゃん。それか、もう、あの、ズボンとシャツを塗っといたらいいじゃん。もう一本で。一本でもう糸とつなぎみたいな。もうつなぎにしといたい。でも首のところから切るみたいなことですね。首のところ。ちょ、それすごい、想像したらめっちゃ面白いんだけど。で入り口その辺ぐらいしかないじゃないですか。残り5箇所ありますけど、どこが一番安定かなみたいな。他はまあ狭いからね。そうだよ、冬元が一番。そんなの可能なのはエスパ伊藤ぐらいやで。いや、わかんないです。首元がダルダルの T シャツ着てるのでわかんないです。あ、中学生頃からの。そうです。やべえ、自分に言ってめっちゃ面白い。涙出てきた。だって想像したらめっちゃ面白いもんだって。着ようとするなんかところを想像したらめっちゃ面白いんだけど。首絶対すげえ、もう足伸ばしてますからね。首元から足からブルブルブル入ってて。超つま先伸ばしてますよ、絶対。もうそれおすすめだね。スバルカのおすすめだね、それは。最後ズボンきちっと開くときピョンピョン飛びそう。多分それ無理だな。裾踏んじゃってるから多分飛ばないと開けない。はい。ちょっとアキラしたさっきはちょっとなんか対策は。対策か。うーん、ズボンインの中にさらにパンツインにすればいいね。シャツ。ああ、なるほど。重ね掛ける。なるほど、パンツまでも。パンツにまでもシャツを入れちまえば。入れちゃうとね。パンツもうパンツズボン、あのディアルインみたいな。全部入れちゃうと。
それいいかもしれないね。あのだいぶ時間をしてるからね。もう 10分経ってるよ、思って。初っぱなからもう、すごい、もう広げっぱなしだから、話が。4人いたらやばいかな、思って。うつそう、さっき行こう、さっき。はい。普通につなぎみたいなの来たらいいんじゃないですか。めっちゃ普通。首元からやっぱ切るタイプです。そうですね。いや、なるほど。やっぱそこだね。結局そこだね。だから全部ひっくり返って、つなぎみたいなやつに、その、腰は紐をつけて、で、シャツはもうパンツの中でインしてもう全部もう自分の体包み込みなさいと。いうこと。っていうことらしい。じゃあ次行こう。ぜひお試しあれ。だね。生き物を同じ大きさにしたら何が一番強いと思いますか？解決してくださいっていうことです。困ってるようですね。困ってますね、かなり。生き物、何の基準なんですかね、同じ大きさって。人間と同じ大きさって。そうだね、基準は人間にしようや。うん、人間の大きさに戻したら、ちっちゃかでかいやつも人間並みにちっちゃかったら弱いんじゃないみたいな。そうそう。身長どんぐらいにしますか？身長は日本人平均身長170ぐらい5ぐらい175ぐらい175ぐらいでちょっと大きいぐらいか。175センチにしたら何が強いかっていうね。生き物だもんな。俺でもダニとか強いんじゃない、大きくしたら。ダニか。ダニってさ、あの小ささで2メーターぐらいジャンプしようね。で、あー、2メーターだから1メーターだから。でも攻撃力ゼロじゃないですか。ゼロだね。ただ飛んで見せるだけ。違う。でも、その大きさにしたら、でも、重力と関係出したで、ね。じゃあ、その1メーターぐらい飛ぶのをさ、その人間の大きさにしたらさ、まあ、何百メートルも飛ぶ。もう、その落下からしてる、その落ちるスピードを利用して、ドスンっていったらかなりすごいんじゃね。あのジャンプ力は多分すさまじいもんがあるんじゃないだろうか。でもめっちゃふわふわだったらどうします？あ、それかなりやばいね。高く飛んだらいいけどずっと降りてこねえみたいな。それは超ゆっくり降りてくる。それはかなり危機的やな、多分。強くないかもしれないな。俺ちょっと興味あるのがミジンコですね。175センチのミジンコってとかすごくそうじゃないですか。なんかピロピロしててすごい。あのすげえ柔らかいじゃないの、ミジンコって。あ、でも柔らかすぎてもう逆に効かない何もみたいな。攻撃を全て受けながら。ですっげえピロピロしてくるんですよ。なるほど。全部吸収してしまうのか。そうですそうですそうです。やばい、ダニとミジンコはかなり強敵かもしれないな。落下スピードを利用しての攻撃を受け止めるというね。それ耐えきれるのかどうか。耐えがたいって感じですか。さあさあさあ、次。普通に考えて蜂とかどうすか。なんか俺今蜂って言おうとしたんだけど。マジで。いや、やっぱ空飛べる分、有利かなって。そうやな、あいつには強力な顎があるからね。顎と針と、毒ガムね。そうか。そうか、ミジンコのプニプニしたところに針で刺して毒で殺すっていう手もあるな。でもめっちゃピロピロしますよ。いや、ピロピロしてるのは尖ったのに対応してるかどうかっていうところ難しいかもしれない。そう、ピロピロにどこまで攻撃力があるからね。いや、もう受け流しですもん。刺してきたらもうこうピロピロピロバチャーンって弾く。なるほど、蜂か。蜂は来たな、確かに。しかも集団できますよ。そうだよ、あいつら集団で来るからね。大名行列で。大名行列で。175センチが集団で来るのか。だって175センチの蜂が集団で巣を作ってたら、まあ、あれ要塞やでもかなりの。アーバーを食うみたいな感じになってる。アーバーを食うか出てくる、コロニ落としするぐらいの勢いで。
ガンダムと着る。いや、かなり強いかもしれないね。うん。アキラちゃんは？いや、あれ、俺も蜂って言おうとしたっていうのは聞いちゃったな。なしです。なしだよ。ダメだよ。なしかよ。かぶり、なしかぶり。ちょっと遅かった。やべえ、そうすると今から考えなきゃダメなんだ。また10分待ち。スパイダーマン的な要素なもので、クモは強いじゃないかなっていう感じか。クモの触った時はすごい敵も、蜂も捕まえるんで。そうだよね。ああ、そうか。そのほら、蜂とかの飛ぶ羽とかでもそうやし、ビジン封じれるね。封じれるよね、糸で。うん、ああ、そっか、ピロピロできねえな。ピロピロは、相手を封じる力って。武力化してもらえる。いや、結構これいい戦いするかもしれないね。蜂にミジンコにダニにあり、クモ。クモ。この4生き物のバトルはちょっと見てみたいよね。ぜひとも。っていうことですね。解決せずということで。でね。はい。まずそれで想像し、その中で想像してもらって、どれが強いかっていうのね。そうですね。とりあえず四天王出してみたんで、誰が強いか、もう聞いてる人たちが頭の中で戦ってもらってるんじゃないですかね。もしかもう、3DCG 作ってもう、うん、想像で戦わせればいいさ。確かに。さあ、次行きましょうか。はい。皆さんに質問です。ゲームに出てくるキャラで何が好きですかと。例えば、バイオハザードのジェイクとか、です。ゲームキャラクター。ゲームキャラクターか。アニメじゃなくてゲームですね。前の前者の時はアニメとかやったからね。またちょっと違うけど、ゲームに関、ゲーム縛りということで。うん、俺、FF30 のライトニング好きやな。あいつはかっこええな。おう。うん。ライトニング。かっこいい、あいつは。戦国バサイドもいいんじゃない。でもあれもともとアニメですもん。あ、そうなんや。あ、でもほら、でもゲームか。でもゲーム元がゲームじゃない、あれ。じゃあでもゲームに出てる分にはいいんじゃない、全然。あ、アニメ化してたら。いやでも最初ゲームで、俺はストリートファイターですかね。あ、ストリートファイター来ましたか。ストリートファイターの剣とか好きですよ、でも。あー、いいね、剣ね。かっこいいですね。いいね、剣は。ちょっと真面目な竜に対してのちょっとおちゃらけた剣みたいな。そうなんですよ。あの具合が何度も言い難いですけど、たまらないです。ショルケかっこいいからね、炎出すしね。そうなんですよ。手から炎まっちゃってるんですよ。どっから出してんのか。本当やで。殴る瞬間マチでポッてつけて。あつあつ昇竜拳みたいな。一番上空いた後もうパパって。ってことは、あの必殺の中にあのそのモーションが入ってないよね。実は入ってる。指の間にちょっとマッチ挟んでやってるから。それもかな、もゲームの部類じゃないからね、もう。裏の、ね、情報。なるほどね。なるほど、次行きましょうか。これはあれだね、スターオーシャンスカンドストーリーに出てきたアシュトンが好きだったかな。あー、わかるー。あー、アシュトン、ね、あの肩に竜乗っけてるやつ。乗っけてるやつね。うん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 。あいつ強いもんね、うん、バランス取れててね。そうそうそう、うん、結構魔法も剣も使えるってキャラ。そう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 、魔法剣士っていうのか。うん。やったな、うん、あれはハマってたな、うん、セーブデータ何個も作った。俺も作ったな、やり込んだな、うん、あそこまで何周もしたゲームは過去にも、
今ね、お前何でもねえや。なかった。まあ、とりあえず料理の調合が面白いってやつやろ。そうそうそう。分かる人しか分からへんもんな。じゃあ次、次。次行こう、次行こう。さっき行こうか。FF のユフィとか好きですかね。セブンか。うん、チャクラ投げるやつだったっけ。チャクラ。なんか手裏剣だった。手裏剣か。そうですね。ショートカットのね。そうです、そうです。短パンのね。短パンのね。いいですね。セブンも面白かったな。やり込んだな。やり込んではないけどな。どっちだ。あれだって4枚組あったよね、セブン。CD ロムか。FF はあんま経験ないけど、多少キャラは知ってるぐらいだもんな。いやな、曲もいいからね、神曲も多いしね、セブンは。曲がいいのはね。うん、うん、いい、まあ。ボリューミーあって。ボリューミー？ボリューミー。ボリューミーというかボリュームがあってええやんか、もうやめてボリューミーがあるからさ、すげえ楽しいね、セブン。なるほど、うん、ということで次行きましょうか。いっぱいあるからね、うん、ちょっとね、次行きましょう、皆さんへ、もし自分が一日だけ女になったら何をしてみたいですか。ちなみに自分はミニスカ履いて髪の毛ショートで身長が162センチでキャバクラしてみたいですナイスバデューですよバデューじゃあ失礼しましたってまあさっきはね女性だから男になったらってことだよ。そうだね、男にって感じだけど、せっかくだしね、さっきから行ってみようか。ちょっと考えさせてください。俺も考えようかな。何してみたい？何するかな。あ、お、お、あ、おお、お、来ました。いやなんか女子ってめちっこいんで、うん、男子のサバサバした会話を聞きたいです。したいってことか。そうです、そうです。ああ。男子トークを。男子トークね。そうそうそう。ふっ。何ですか、ふっ。俺今からマクド行くけど、みんな行けーとかっていうか。あれ行かねー。俺行かねー。金ねーな。俺今から帰ってダンスするから無理ーとか。っていう感じですか。そうです、そうです。だってなっちゃう俺そんな感じじゃなかったですけど、うん、ついてくっていう感じでしょだねなるほどね、サワサワした感は男子トークしたいってことだね、うん、ああなるほどな、そっか、負けましょう。やっぱこう長い髪でね、いろいろ髪型をいじって遊んでみたいぐらいかね。髪長いっていうのは男ができないから。そうだね、いや、めんどくさいだけですよまあでも、1日だけだから。あ1日だけっていうのはな、髪だな1日か1日、お次どうぞ。俺でも単純に、うん、化粧してみたいな。あ、化粧ね、本当になんかケッバケバななんていうのなんか自分の理想のなんか思ってるのに変わって化粧してみたい。絶対可愛いやんそれで街が変わりてみたい。アイスバードで。
ナイスバドゥ。ナイスバドゥで。ナイスバドゥで歩き回りたいと。歩き回って。かな。なんか化粧はしてみたいな。やったことないから。っていう感じかな。あき、あきましたね。なっちゃう。まさかの2回目。俺は、まああんまりいい感じではないと思うんですけど、うん、絶対経験できないんで、うん、1回は経験っていうか1日だけならっていうの意味で、うん、あの女子の日ですね。ああ、それは分かるかもしれない。はい、男には分かんないもんね。何にも絶対分かんないんで、うん、それをなんか経験してみたいっていうのがありますね。本当に女性には多分失礼だと思うんですけど、うん、確かに。でもこういうふうに言われるんであればそういうふうに答えますね。うん、どう言われても気持ちが絶対分かんないんで、うん、まあね、確かに確かに。どう経験しようもないからね。そうなんですよ。なるほどね。うん、うん、なんか、うん、いい質問ですね。うん、うん、なるほど。次行こうか。はい、皆さんに質問、誕生日はいつですか？誕生日です。うん、誕生日だ。ああ、生まれてしまった日。生まれてしまったこのように生をもたらした邪悪なる。なんか呪文でもそんなんのか。じゃあ言いましょうか、私。うん、9月19日ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。いやありがとう。乙女座。おめでとうございます。おめでとうございます。まだやけ。まだやけ。なんか嫌やわ。嫌やわ。じゃあ次俺行こうか。10月3日、天秤座です。おめでとうございます。おめでとう。Thank you。 なんか嫌だな。じゃあ、なっちゃん行こうか。これですか。うん。8月5日の獅子座です。ほう、8月か。はい。だから夏なんです。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後、さっきは？はい。7月25日です。おめでとうございます。一番早いな、さっき。7、8、9、10と7秒で。ほんまやね。おお、すげえ。すごい。じゃあ、6月と11月の人を募集してます。10、12人揃えないとね。1ヶ月ごとのね。弱なる竜が出てこないから。ドラゴンボール。ドラゴンボール。はい、次行きますね。はい。皆さんに質問です。何味のフリスクが好きですか？自分はスペアミントとレモンミントが好きです。です。はい。フリスク。シャケラ。何味か。でも俺そんな味知らんで、全然フリスクなんて。てか俺もフリスク全然食ったことない。俺ミントしか知らんで。いやでも俺もそうですけど、レモンがあったすら知らんかった。知らないしかないな。俺ミントしか赤いからミントしか言いようがないんだけど。俺食べたことないから何とも言えない。じゃあ食べて。やだやだ。あのおすすめは5個から10個ぐらいを一気に食べてください。いやなんかそれやばいでしょ。その嘘のアドバイスは聞かない。おすすめだからやってください。なんか口の中ヒャーってするやつだからね。いや全然、あの口の中が爽やかになるやつから。いや多分10個も放り込んだらもう悶絶するんじゃないね。うん。はっきりうんって言おった。あきましたら、あんまり買ったことないか分かんないと。うん、分からない。うん。じゃあお二人は、え、じゃあさっきは、ベリーミントってのがあるんですけど、ええ、ベリー、ブルーベリーとかのベリー、
ベリー？それはわかんないんですけど、それが結構好きです。うん、甘いの？いや、口の中ヒャーってなりますよ。基本ベースはミートだからね、ほんだら。なるほどね。でも俺もそこまででも食べないですけど、でもフリスクを買うってなったらやっぱり一番辛いやつにしますね。おー、一番強力な。はい、もう一粒でよだれデロデロになっちゃうやつですね。それは何だろうな。ブラックペッパー、ブラックペッパーじゃないの？ブラックペッパーは胡椒です。あ、胡椒だね、これね。粗挽き胡椒です。粗挽き胡椒だね。でもやっぱりなんかすごい青いやつです、なんか。なるほど。濃い青のやつですね。でミンティア派なんで、どちらかというと。ミンティアとフリスクってまた別の？違いますね。ミンティア。ミンティアすんごいなんか薄いんです。定期入れみたいなやつ。ああ、ああ、わかるわかる。はい。フリスクちょっとバズいもんな。そうなんですよね。だとのことです。うん。まあそういうことで次行きましょうか。うん。次行ってみよう。次。スバルさんに質問です。うん。同じ実況者で、尊敬憧れの人いますか？余談ですが僕は、なんて読むんだ。ラビット？わかります？ラビット？ロビット、ちょっとごめんなさい。ほんと失礼かもしれないですけど、ラビットさんが憧れです。もちろんスバルさんたちも面白くて大好きです。です、私ですか。尊敬、憧れ、尊敬、憧れ。正直は知っていただくといないですね。おーい。おっと。で失礼かもしれないですけど。いや別にいいんじゃないかね。というのも尊敬憧れを持ってやってないですね。いないですね。正直、その人仮にいても、どう言ったらいいんだろう、尊敬憧れしたいからっつって始めたわけじゃないし、もともとなんかゲームのつながりをしたかって始めたことなんで、まあこれを始めるきっかけになっただけとかだね。最近はもうほんまに、最近とかもう実況しだしたらもうほとんど有名な人のとかも見ることもないし、もう実況してる人らの動画もあんまり見ない感じになりましたね。だね。尊敬憧れになれるように今は頑張っているって感じでしょうかね。思ってもらえるようにっていう感じでしょうかな。憧れてる人はいっぱいいるんじゃないかな。どうかな。まあ、あんまり言いすぎると、あんまり失礼かなとも思うんで、ここら辺にします。はい、次行きます。おい、皆さんこんにちは。いつも楽しく動画を、拝見させていただいています。初めて質問を投稿します。さきさんに質問です。はい、私の周りにはゲームをするという友人がとても少なくて、話題を共有する楽しみが減ってしまいました。社会人になってからは一段と感じています。もし同じ経験、同じ経験されてかていたら、なんかアドバイスをいただければ幸いです。これからも応援してます。ニコニコってなってますね。さっき言う質問だね。マジですか。女の人ってあんまりゲームしないですからね。そうだね。
どうなんだろうな。うん。私と友達になりましょう。なるほど。友達になってく、なってくれると。うん。それで話題を共有する楽しみを一緒にあれしようということで。うんうん、そうだね。そんなんやったら私も私もってなるやんか。僕もーって言うよ。僕もお願いします。僕も誰ですか。何やってんだよ。お前が何だよ。俺も一緒だよ。俺も入れてくれ。全員ボビーばっかやボビー。俺コンタだよ。違うな。何言ってんだよ。俺はコンタだよ。コンタばっかやないか。コンタはいいね、もう。まあそうだね。なかなか難しいけどね。うん、社会人ならね、なおさらね。そう。一人でプレイできるゲームとか見つけるといいっすよ。うん。そうだね。でもそれを分かち合いたいんだよね、誰かとね、きっとね。話したいんでしょうね。話したいんだよね。そういうのあるんじゃないだろうかね。俺はもう一人でブツブツ言ってることが多いからな。うん。それもいいと思うんですよ。まあ、うん。俺も一人でブツブツやってることはね。そうですよ、うん。黙ってやってるから多分、そういうふうに思っちゃうんだと思いますよ。うん。うん。まあ、まあなんか喋ると、うん、はい、実況プレイですよ。そうだね。撮影してない実況プレイ。そうだね。リアルツイッターだね。そうですね。まあ一人でプレイするゲームをしながらつつ喋るでゲームしてもいいんじゃないかなって感じかな。幅を広げてって、うん、まあツイッターとかもね、なんかいろいろやっとけば、うん、何かしら私たちと関わってくれたら、その周りにいる人たちも関わってくれるし、うん、うん、我が、そう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 、だからみんなもそれは思ってるんじゃないだろうかね、うん、だから全然その、うん、まあ。まあ、他の実況者さんは知らんけど、私たちと関わってくれたら、それなり、うん、うん。輪は広がるんで、関わってくれたら、楽しみは増えるんじゃないかな、とは、思いますね、はいはい。次行きましょうかね。はい。で、次の質問は、ちょっとこれは、ちょっと恋愛相談の内容なんですが、ちょっとね、話の内容からして、ちょっと、深刻な感じもあるし、もうちょっと、うん、内容を教えていただけたらと思うので、これはもうちょっとメッセージを送らさせていただいたんで、なんかアクションを取っていただければ、もうちょっと私たちに考えさせてもらえる時間が欲しいなと思います。はい。なので、もうちょっとお待ちください。次行きますね。皆さんに質問です。皆さんの好きな女性歌手は誰ですかと。女性アーティストですね。うん、俺前言ったけど、レッカー好きだね。うん。うん、レゲエシンガーの。俺、木村カエラですか。ね。それずっと言ってんな。もう、たまんないしね。たまんない。たまんない。最近だったら、メイジェイとか。わかりますか。何それ。まあ、メイジェイっていうのがいるんですよ。ああ、メイジェイ。メイジェイ知ってる、知ってる、知ってる。なになに。出来ぼりだな、俺は。こういう話題は。多分、まあ知らないと思うんだけど、なんか、とある科学のレールガンってやつ。ああ。
来た。オープニング曲は好きだった。でも歌詞は知らない。さっき頼む。え？サキペディアか。サキペディアで。え、マジっすか。え、どの時のオープニングですか。あ、一番最初。一番最初？一番最初。2回目は知らない。レールガンのオープニングですよね。多分ね、オンリーマイレールガンっていう。あー、やっぱり。んだよ。でも歌詞は知らないんだよ。え、それ、ハーナーテーってやつですよね。そう。あー、なるほどね。さっきアニメ好きやからな。詳しいからね。なるほど。で、歌詞は誰なんだろう。歌手は誰でしたっけ。名前出てこない。謎な人。誰かネットを使って調べてくれたらいいじゃないか、もう。もう、各個人で調べて気になる人は調べてみよう。うん。じゃあ、終わり。また俺が入れなかやんか、しまくて。それ入れなくても、まあ別にみんなで調べようってことで。ひどい。気になる人はね。じゃあ、ググってねって。うん。気になる人はググってね。ググってね。言い方が優しい。優しいね。じゃあ次行こうか。多分きつい言い方でググれ勝つとかね。やめろ。そう言われましたけど。皆さんに質問。メタルギア5。わかりますか？また皆さんの平均年齢は何歳ですか？メタルギアソリッド5ってことね。うん。最近、トレーラー出たね。出てましたね。うん、かっこいいね。ちなみに買うよ俺は、5は。俺は買わないね。私もパスですね。俺ぐらいだけちゃうか。俺全然シリーズやってないからね。そうだね。これはシリーズやらないとわかんないかもしれないね。うん。皆さんの平均年齢は何歳ですか？平均年齢？平均。みんな合わせての平均年齢か。そう、合わせて4で割って。ああ。だいたい25でいいんじゃない？ぐらいかね。うん。25で。うん。じゃあ、だいたい25ってことね。だいたい25で。これ最後か。最後ですね。おぉ。よーし。だいぶ押してるからね。修正です、夏氏と明氏とさっき氏に質問です。スバルさんに会って人生変わりましたか？ちなみに自分は皆さんの動画のおかげで楽しい毎日を過ごしていますです。はい、ありがとうございます。はい、まあ変わったっちゃ変わったと思うけどね。うん、会わなきゃ多分こうこんなことも、こういうこともやってないと思うし、うん、ツイッターもやんなかっただろうしね、うん、多分一人で寂しく過ごしてたんだろうな。それを考えるとね、本当、うん、ありがたいよ。ありがとうね。なこと。こう、ありがとう。みんなで遊べてんの楽しいよ。うん、そうだね。俺はつくづくそう思うよ。うん、そうだね、確かに。うん、うん、はいはい。恥ずかしいな。みんなで恥ずかしめてやるんだ。いや、やめてや。言葉出てくるかな。さっきからどうぞ。あ、そりゃ変わってるんじゃないですか。今だってね、うん、私もそのリスナーの一人だったんで、うん、うん、すごいなんかメンバーになった時はうわーってなりましたし、うん、みんなと今実況出て嬉しいかな。うん、うん、はい、お次どうぞ。サバサバ。自分が恥ずかしくなっちゃったやつですね。そうなんですよ。まあ変わりましたね。うん、なんていうんですかね、もともと人見知りっていう部分が
あった感じなんですけど、うん、でも本当一番最初って顔も知らないし、うん、何にもわからない、本当ただ声だけでなんで、うん、何にもこう見えてなくて喋ってるだけだから、うん、それがあったからなんか人の前で話すとかが全然大丈夫にはなったっていうのがありますね、うんうん、で今の状態でもやっぱりあんまりというか顔もあんまり見えてないし、うん、だそういう意味ではこの諏訪さんとこの実況をし始めて、うん、その人との接し方が変わったから、うん、やっぱこう人生的には変わったのかなとは思いますけど、うんうん、大きな自分の人間成長になってるかなと思いますね、うん、すごく感謝はしてます、うん、投げてくるわ、ほんまに。俺そこまで何もしてあげて、うん、すいません、なんか俺がこんな真剣なこと言っちゃって、もうそれいらんわもう。いや、ありがとう、本当に、いや、もう感無量です、頑張ります。あとちょっとこれだけちょっとあれなんだけど、絵描いてくれはったやん、はいはいはい、ツイッター見てくれたと思うんだけど、ああ、誰だっけな、俺だけはしてもらいたいから、うん、なんだっけ、弥生って名前だったっけ、そう、あ、多分、うん、この質問返答も多分イラストバックに背景入れとくし、それ使わせてもらおうかなって思うし、で一応ちょっとお礼だけはしてもらいたいんですが、イラストを、みんなのイラストを描いていただいて、それをね、動画を作っていただいて、それをアップされたので、でみんなのこの声だけのイメージで書いていただいたんですよ、うん、でどうこう嬉しくて、本当ありがとうございます、本当みんなのイラストを書いていただいて、で弥生組さん、はい、ありがとうございます、本当にまた、ありがとうございます。またね、イラストもどんどん描いてくれる人を募集しているので、うん、ぜひね、描いていただいてくれる人いたら、またなんかメッセージなんかくださいということで、イメージだけで曲作っちゃったぜっていう人もぜひぜひ曲か、イメージの曲作っちゃったぜとかいう人もいたらね、ぜひね、使わさせていただきたいと思います。はい。嬉しいね、本当に。初めて、うん、さっきの次だね。さっき書いてくれて、うん、そう、次にまた書いてくれる人もいて、うんうん、想像とは違う。描く人はによってはやっぱり絵の感じも違うかって面白いなぁとは思うかな、うん、こんなイメージなんだなぁみたいな。本当ね、声だけでイメージって描くっていうのなんかすごいと思う。本当だね、うん、うん、確かにそれは言えてるな、うん、じゃあ最後の締めくくりをいきましょうか。最後なんでね、さっき行きましょうか。え？待って。やっぱ最初始まってるんで、最後も。うん。でも、若干これで、ね、60分撮ってっかね。これどうしようかなと。ほいじゃあ、またねー。またねー。バイバーイ。